はい、今回ですけども種別羊羹食べてみようと思います。大きさなんですけども、このぐらいの1回食べきりサイズで、すごく食べやすいサイズで、ちょうどですね1回で食べれるのでいいかなと思います。登山に行ったりする時の行動食にも羊羹なんかいいかなと思いますので、そういう時にもこういった小さいタイプの羊羹持ち歩くのもいいと思います。はい。で、この羊羹ですけども、今見てわかるように黒くないんですよね。色がちょっと茶色っぽいっていう感じになっています。っていうのも、原材料、ここちょっと今どこでは見えにくいかもしれないですけども、原材料にビート糖、金時豆、麦芽糖、寒天ということで、金時豆をこの材料として使っているようなので、こういう色に仕上がっているようです。ちょっと珍しい感じの色合いの羊羹で、普通のよりもちょっとだいぶ前に食べたので忘れてしまいましたけども、確かさっぱりしたような感じの羊羹だったと思います。ちょっと一口食べてみます。そうですね。甘さは結構しっかり、あるんですけども、くどくない甘さで、こうなんていうんですかね、割とさっぱりとした、後味さっぱりとした感じの甘さでありながら、甘いこの風味が口の中に残って、豆の程よい感じの風味残ってて美味しいなっていう具合の羊羹です。で、小豆のようになんていうんですかね、豆の風味がガツンとくるタイプではないなっていう感じなので、こうまろやかに豆の風味を感じながら、甘いこの羊羹食べたいなっていう方にちょうどいいんじゃないでしょうか。コーヒーとか紅茶、緑茶なんかによく合いますし、さっき言ったように登山行く時の行動食とか、そういうのにもいいと思いますし、これから夏暑くなったりすると、ちょっと甘いものとかしょっぱいものとか少しですね、何か食べておくといいと思いますので、そういった時に小さめのこの羊羹だとこの持ち運びもいいですし、持ちもいいので、こういうのちょっとカバンに入れておいて、何かお腹空いたなという時に食べるのにちょうどいいと思います。これがこういうふうに入ってるんですけれども、真ん中でくるっとこういうふうに切れて、で短い方を持ってばこのまま手で持って食べれて、それほどちょっと羊羹の方を触ってしまうとベトつきますけれども、うまく食べればそれほどですね、手も汚れずに食べれるのでいいかなと思います。はい、普段の小豆羊羹じゃない羊羹ですね、ちょっと食べてみたいなという時にこの種別羊羹チェックしてみてはどうでしょうか。